にちは、S&D です。今日はパイプを打つために大事なポイント3選の3つ目、捉える位置のコツを紹介していきます。以前1つ目のポイント、目の使い方と構え方、2つ目のポイント、空中姿勢は別動画で紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。3つ目のポイントはパイプを打つときに捉えるポイントになるんですが、肩の後ろだったり真上だとボールに力が入らないですし、前すぎるとネットにかかってしまったりすると思います。どのポイントで捉えるのが一番力が入るのか実験をしてみます。皆さんもやってほしいんですが、今肩の上、頭の上、斜め前で試してみたんですが、一番斜め前が力が入りやすいです。捉える時に顎が上がってしまっていると、頭の上でも斜め前に感じてしまうので、顎は引いた状態で腹筋にしっかりと力を入れた状態で斜め前で捉えるということが大事です。なので実際スパイクを打つ時にトスの軌道をしっかりと見て斜め前で捉えるために、足の幅、助走で調節するということと、顎は上げない、そして斜め前で捉えて力を乗せて打っていくというのがスパイクのヒットで、とても大切なポイントとなります。トスと合わせて前で捉えるときに、自分は前だと思っていても足に当たったり体に触ったり、実際にスパイクを打つと斜め前ではないと思います。なので足にも当たらず体にも当たらず、一歩空間が空くぐらい前に落とすのが前で捉えるもう一つのポイントとなります。スパイクのポイント3つご紹介していきましたが、他にも細かいポイントはたくさんあるんですが、何から意識したらいいのかわからないという人は、この3つのポイントをまずは意識して練習をしてみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。